まあ、これから、シガーを始めようと思ってる人たちにアドバイスがあるとすれば、君にとって美味しい葉巻が美味しい葉巻です。君にとって美味しくない葉巻は美味しくない葉巻です。いろんな人がいろんな意見言うと思います。このブランドはどうだったとかあれはどうだとか関係ないです。その時に吸って美味しいと思った葉巻が美味しい葉巻です。それだけ忘れないでください。ユーザー本位の日本では珍しい、ユーザー本位の、葉巻業者さんだと思います。汚い意見を言えば、こういうのが吸いたい、こういうのはどうなんだろうって言えばそれに、応じた葉巻をチョイスしてくれると思います。最初のうちはねみんな本当にゴリ夢中で何もわからないとこから、足を踏み出すんでその時には、最高の案内人になってくるんじゃないかなと思います。